ことこう勲章の飾り板。ことこう勲章はイギリスの軍事勲章。DSO と省略される。かつてはイギリス連邦構成国でも運用されていた。通常は実際の戦闘において特に優れた功績を残したイギリス軍の軍人を対象に授与される。長く授与の対象は将校以上に限られていたが、1993年の英点制度改正によって、 可視館以下も受賞が可能となった。左からビクトリア十字章、こと航空章、主君飛行十字章、1939年1945年、聖章、ヨーロッパ航空機乗組員、聖章、1939年1945年、戦争起章。こと航空章のリボンに飾り板が装着されているのが確認できる。 ことコうコ勲章は1886年9月6日に女王ビクトリアによって創設され11月9日のロンドンガゼットに掲載された直例で明らかにされたことコうコ勲章の最初の授与は同年11月25日のことであるこの勲章は戦争での優れた功労や個々の功績に報いるため創設された軍事勲章である最近まで授与対象は 将校以上に限られており、歓迎的にビクトリア十字章にはわずかに値しない功績を挙げた、少佐かそれと同等以上の士官に送られてきた。通常、実際の戦闘や、それと同等の条件下における功績を称えて、授与されること功勲章だが、第一次世界大戦中の1914年から1916年にかけては、 戦場で指揮を取っていない後方の参謀などに多数の授与があったため最前線で戦っている将校たちが憤慨するところとなった。1916年以降、男を勲章にも飾り板が導入され複数回の受賞が可能になった。この飾り板は受賞の度に勲章本体のリボンに装着していく。1942年には 敵の攻撃下において勇敢な行動を示した小戦隊の士官も含むなど需要対象の拡大が行われた。翌年には主君者公式報告書に掲載された人物のみが受賞できるとする条件が撤廃された。1993年に行われた現行の勲章における階級区別の撤廃を奨励する A 点制度改正を受けて、 ことこう勲章も階級による制限が取り払われた。受賞条件も遂行中の作戦において発揮された優れた指揮とリーダーシップへと改められ、以降は条件に当てはまる軍人が対象となった。同時に武勇に応じた第二レベルの栄典としてコンスピキュアスギャラントリークロスが制定された。階級制約が撤廃されたことにより、理論上は カシ館でもコトコウ勲章の獲得が可能となった。ただ、イラクやアフガニスタンでの過酷な任務に多くの兵士が従事したにもかかわらず、未だカシ館にコトコウ勲章が贈られた例はない。コトコウ勲章はイギリス連邦構成国でも運用されていたが、1990年頃までにカナダやオーストラリア、ニュージーランドなど大半の構成国は独自の英典制度を 確立していたため、イギリス本国の勲章は必要とされなくなっていった。こと公勲章の受賞者は、正式には、こと公勲章コンパニオンとして、勲章師の地位を得る。また、名前の後の肩書きに、DSO を使用する権利も与えられる。受賞に関する、情報等は、すべてロンドンガゼットにて発表される。1918年から2017年にかけて、 ことこ勲章はおおよそ16,935回授与され、複数回受賞を表す飾り板は1910本出ている。以下の表は1979年までの授与記録を表しており、日付は該当するロンドンガゼットに基づいている、1980年から2017年までの間には、フォークランド紛争や湾岸戦争、 イラク戦争やアフガニスタン紛争などの対外戦争があり、ことこう勲章は約90回、2回受賞を表す、カザリータは3回授与されている。上記の数値にはイギリス連邦への授与も含まれている。カナダへは、ことこう勲章が1220回、1回目のカザリータが119回、2回目のカザリータが20回、送られている。 1901年から1972年までの期間にオーストラリアへことー勲賞が1018回、1回目の飾り板が70回、2回目の飾り板が1回送られている。1972年以降オーストラリア人の受賞者が出ることはなかった。第1次世界大戦、第2次世界大戦を通してニュージーランドには300回以上ことー勲賞が送られている。 同盟軍兵士には、第一次世界大戦で少なくとも1329回、第二次世界大戦ではそれ以上の回数名誉賞としての授与が行われたとされる。ディエップの戦いでの功績を称えられ、ことこう勲章を授与された王立第22連隊のマリー・エドモンド・ポールが脳を称さ。以下は、ことこう勲章の飾り板を3本受賞した人物。ありがとうございます。